よろしくお願いします。はい、お願いします。そうですね、やっぱりまあ最初はなんかどういうふうに動くべきかっていうのはありましたけど、まあ、自分の場合は本来じゃあライブをする日する予定だった日何もないっていうのはなんか、まあ、自分も寂しかったですし、本当にその会場にじゃあ来ようとしてた人とかっていうのは結構切ないのかなっていうのはまあ思ってて、多分自分に置き換えて考えても自分が本当に大好きなアーティストのライブでめちゃくちゃ楽しみにしてたやつがいきなりやっぱキャンセルになったら、まあ、とても辛いと思うので、本当にワンマンライブをするっていうのは難しいですけど、自分の家からなんかできることとか、事務所のスタジオみたいなものが あったので、そこだったらまあ少人数で行って、対策しながら少しできるかもっていう可能性があったので、とりあえずやってみようっていう、その動き方とかそのやり方が正解かどうかはちょっとわからないけど、とりあえず一回動いて、みんなとその時間をシェアしながら、あ、その方法じゃなくてこういう方法が良かったなと思えばその都度変更すればいいしとか、なんかそんなに肩ひじ張らずに、とにかくなんか音楽とかを通して本来だったらツアーするはずだった日っていうのをなんか皆さんとそのなんかちっちゃくてもいいからつながれる日に変更していけたらいいなっていうので、まあ、すぐ動き出始めたので、それが逆に良かったのかなという気はします。そうですね、でもそんなこうスタジオに行けるっていう感じでもなかったので、正直そこまでできてなかったと思いますね。まあ、ただ本当にいつも通り音楽を聴いて、いつも通りちょっと今、音楽で一緒に撮ってみたいな、そういうぐらい。いろんなシチュエーションで、ステージでやるダンスとか違う様々なシチュエーションとかアイディア次第でいろんなことができるっていうところは、とても可能性が広がっていくっていう部分もあると思うので、 YouTube で何でも見れて、でみんなもアップしたいと思ったらすぐできてっていう、この時代においてとてもこの映像とダンスはもちろん両方とも視覚的なものなので、とても相性がいいと思うので、うん、きっとこういう制限された時代だからこそ生まれたダンスビデオみたいなものもたくさんあるだろうなというふうに思います。まあ、それも曲によって変わるかなという感じですね。その楽曲のイメージに合わせて、まあ、どういうふうにどんなシーンを撮って、どういうふうに見せるか、まあ、その自分の場合はそのダンスを見せるというのももちろんあるですけど、やっぱダンスと音楽っていうかベストな状態で、そこに存在しているっていう風にものづくりをしたいなっていうのがあるので、その全部踊ればいいっていうわけではなくて、まあ、そういう曲作ってる時から大体イメージがあるんですけど、ここはダンサーと何人で踊れたらいいかもとか、ここはダンスがない方が言葉が入ってくるのとか、ここはビートないけど踊った方が楽曲の世界が広がるとか、まあ、その中いろいろその楽曲を作ってる時にそのイメージがあるので、そういうイメージをミュージックビデオの世界に落とし込んで膨らませていくという感じですかね。あとはだからもうとにかく、カットの終わり方とかタイミングとかはもうフレーム単位で音と、その映像のタイミングがどう見えるかとかっていうのは結構細かくやります。自分はどうなんですかね、自分はそこまでないかな。そのクリエイティブなことをしていくとき、その楽曲を作ったりっていうのの最終地点が結構ライブだったっていうのが中にあったので、そのライブに向けていってものづくりをして、その中にいろんなアートワークだったり映像だったりっていう感じなので、まあ、もちろんその映像だからこういう風に撮ろうとかっていうその作品としてはありますけど、やっぱりそのビデオで見たものをやっぱ生でも見たいだろうし、はい、リンクするというか、できるだけリンクしてる方がまあ面白いかなというふうに思います。そ
そうですね、まあ、楽曲がとてもハッピーな曲なので、うん、それを用いてなんかみんなで一緒に踊るみたいなのも、うん、遊戯公園のところでできたのはとても楽しかったですし、うん、なんかああやってダンスでみんなでつながることができたっていうのは、うん、なんかいいなっていうのはすごくありました、うん、はい。この楽曲が持ってるメッセージ性っていうのがとても強くて、うん、最初そのこの Yours を使ってこの渋谷ストリートダンスウィークでこうダンスを通してみんなとつながれるような企画をやりたいと思ってるっていう話をいただいた時に、こんなハードな曲で大丈夫なのかって最初すごい2015年がミュージックだったんで、そう雰囲気がって思ってたんですけど、でも本当にまあこの楽曲っていうのはその今の時代だからこそ生まれた楽曲だと思いますし、そのやっぱりとても今自分自身と向き合うことが時代的に増えたと思います。いろんな人がみんな苦しい中で、じゃあ自分はどうするしなきゃいけないのかということと結構強制的に向き合うっていうか、でその自分が決めたこととか自分が選んだことっていうことをとても大切にしないといけないし、自分が決めたことから外れてる人の選択みたいなものをそれは間違ってるとかっていうことじゃなくて、それぞれにそれぞれの選択があって、それぞれ自分自身が決めた決め事だったりとか信念みたいなものがあって、もちろん倫理的にその外れてるものとかっていうのはまた話別ですけど、それぞれの選択に対して尊重し合うべき時代だと思うんですよ、ね、自分自身にしかやっぱ自分の人生を決められないし、君が決めた人生は君のものであって、それを誰かに何か言われる筋合わないと、そういう、まあ、今の時代だからこそ生まれた強いメッセージだったので、なのでまあそういうメッセージをこの今の時代に生きている人たちと共に、まあ、ダンスを通して、楽曲を通して、なんか一つの映像作品を作れるっていうのは、とても嬉しいなっていうふうに思います。オンラインのレッスンみたいなものが受けられたり、コンテストだったりとか、そういうものも、自分が踊らなくても、そういう投稿をチェックして、ダンスを楽しむみたいなこととかもできると思うので、なんか、本当気軽に、アクセスしてもらって、その上でなんか別に見る専門でもいいと思って、そのいろんなダンスと出会っていろんな音楽と出会いながら、なんかこのイベントの上でみんなで、まあ、今を楽しむ一つのコンテンツをみんなで参加しようっていうのはなんかとても思いますね、まあ、今ってなんか、なんていうんですか、みんな手探りだと思うので、うん、この初めてのこの SSBW のオンラインっていうのはどんな形になるかというのは僕もわからないし、今その作ってるスタッフさんだったりとかみんな未知だと思うんですよ。でもなんかその未知なものが生まれる一歩目だと思うので、なんかそれをなんか皆さんと一緒になんか作れたらいいのかな。でもなんか本当気軽になんか参加してもらったり、コンテンツを楽しんでもらったりできたらいいのかなと思います。渋谷ストリートダンスウィーク2020、今年はオンラインの開催になります。オンライン上でみんなで楽しくダンス、そして音楽でぜひつながりましょう。